ベルディ、東京ベルディトライアスロンチームの福田よしこです。はい、最近すごい暑いですね。はい、今回は水泳のクロールのキックについてご紹介をしていきたいと思います。水泳の動画が全然上げられていなかったので、まあ、テクニックの動画でキックを上げていなかったので、はい、今回はキックをご紹介していきたいと思います。はい、クロール泳いでる上でキックが苦手な人、キック打ちたくないなと思う人たくさんいると思います。なので今回私がキックの打つ役割をご紹介しますので、ぜひ参考にしていただきたいと思っています。はい、皆さんキック、クロールを泳ぐ上でキックを打つ意味ってご存知でしょうか？はい、私もなかなかこう、あ、こういうことかってやっと理解したんですけれども、はい、クロールは振る、腕の動きが8割、キックの役割が2割で推進力が得られているので、2割しか進まないのって思う方多いかと思います。はい、なのでこう打たなくていいじゃんって思う方も多いかと思いますが、キックの役割として進むために打つってよりかは、体、上半身のローリングで、ローリングをすると体がぶれると思います。それでこのローリングの勢いで下半身もぶらさないようにキックを打つことで、軸をぶらさないでまっすぐ推進力を伝えるっていうことがこうキックの役割です。はい、まあ、上半身のバランスをとってくれる役割をします。まあ、トライアスリートの方は下半身が結構がっちりしているので、下半身が沈むって方多いかと思います。前にも動画を、上げましたが、伏し浮きや蹴伸びで下半身が沈む方も、私もそうなんですけれども、バタ足をバタ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 と打つことで体っていうのは浮かんでくると思います。はい、なのでこう体を浮かせる役割もキックにはあります。なので、上半身のバランスを取るためにあるのと、体を浮かせてくれるという2つの役割があります。はい、なのでキックを打たないとまっすぐ行きたいのがぐねぐね泳ぎになってしまうので、はい、効率が悪い。なのでキックを打つことでこうしっかりとまっすぐ前に進んでくるっていうことを覚えておいてください。はい、キックを打つ上で3つのことを注意してください。はい、まず1つ目は膝を曲げないこと。キック打つ時に膝を曲げて下打ちキックしてる人多いと思います。はい、しっかりと膝は伸ばした状態で蹴り上げを意識するしなやかなキックっていうのが大切です。トライアスロンやってる方は自転車、ロードバイクに乗る時にこうペダリングで足を蹴り上げるかと思うんですけれども、その時にこう踏み込んでしまうと前ももが疲れてしまうというのと同じで、こうバタ足キックで膝を曲げて下打ちをしてしまうと前ももが疲れてしまうのと、推進力が上下に伝わってしまうので前に進みたいのに、上下上下でさっきもぶれると言ったんですけれども、まっすぐ進まなくなってしまうので、しっかりと膝伸ばした状態で足のこの付け根からつま先までをしっかりと旗がなびくようにこうキックをするっていう方法、フラッターキックっていうんですけれども、こうしなやかにキックをしていきましょう。はい、2つ目は水しぶきが上がらないように注意をしてください。膝がまあだいたい曲がったり、こう足を蹴り上げすぎてしまうと水しぶきが立ってしまうと思います。水しぶきが立つイコール、抵抗が生まれているので無駄な動作です。なので意識をしてもらいたいっていうのは、こうお風呂とかのジャグジーとか、こうプールにあるジャグジーはボコ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 っていう、泡が出てるかと思うんですけれども、そのようにこうボコ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 っと水中
と陸上のこのうまい加減を、はい、ご自身で見つけていただいて、水しぶきをできるだけ立たせなく、下半身をしっかりと上げた状態で細かくしなやかなキックをしてください。はい、3つ目は力任せにキックをしないことです。はい、まあ、試しにですけれども、キックを打つ泳ぎとキックを打たない泳ぎをやってみると分かるんですけれども、キックを打たないで泳ぐと脈がなかなか上がらないです。キックを思いっきり打ってクロール泳ぐとすごく脈が上がって苦しいので、はい、それだけ足を打つってことは、まあ、苦しくなる動作にもなってしまうので、できるだけ力任せにはせずに、しなやかなキック、力を抜いて意識してみてください。はい、では今回は2つの、ビート板を使ったキックの練習方法をご紹介していきたいと思います。はい、それでは今言った3つのポイントを意識しながら、ビート板を使ったキックを2種類ご紹介していきたいと思います。まず1つ目は、ビート板の上に手のひらを置いて顔つけキックをやってみましょう。だいたいこう板の先端を持って顔上げキックが主流だとは思うんですけれども、まずはこちらの顔つけキックをやっていただくことをおすすめします。はい、まあ、ビート板の上に手のひらを置いて、ビート板がしっかりと水面とまっすぐな状態になるようにして顔をつけてキックをしていきましょう。で、さっき3つのポイントをご紹介した通りに意識をしていただいて、で、顔つけキックのポイントは、姿勢を意識できることと、顔がこう上がったり下がったり、目線の位置だったりを確認することができます。クロールを泳いでる時のことを意識して、しっかりと体がまっすぐな状態でこうキックで進めるように、腰が曲がったり腰がこう丸まったりしないように、お腹からキックをすることを意識してみてください。はい、はい、2つ目は板の先端を握っていただいて顔上げキックです。先ほどの顔つけキックよりも少しこう足の付け根からキックをすることが、こう足寄りになってしまって、なかなか思うようにキックができないのと、膝が曲がりやすくなってしまうので、そこを注意してください。これはしっかりと顔を上げた状態で細かく速く、あと姿勢も腰が反ったり上がったりしないように、しっかりとお腹力を入れて、はい、先ほどの顔つけキックで意識したことを顔上げキックでもできるようにやってみてください。はい、おそらくこちらの方が進みが早く、タイムが早いのかなっていうふうに思います。まあ、それはこう体自身が推進力というか抵抗が少ない分、早く進むのかなっていうふうには思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。はい、キックが、まあ、苦手な方だったり、まあ、逆にキックが得意なんだけどあまり打たないっていう方多いかと思いますが、日頃の練習からもう打つ意識っていうものをしないと、ちょっと苦手意識が強い方にはちょっと苦しい苦しいと思ってしまうので、はい、まずは練習中のクロールの泳ぎからしっかりとキックを打つっていうことを意識していただければ、まあ、最初は苦しいとは思うんですけど、徐々にだんだんとこうしっかりとキックが打てるようになってきて、進みが速くなってくると思うので、はい、できるだけ楽に早く泳げるような泳ぎ方を見つけてってください。はい、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。リクエストがありましたらコメントをよろしくお願いします。応援グッズ発売中です。それではまた会いましょう。